前節終了時点広島6位、神戸9位でこのゲームを迎えました。広島ファンもですから今日は対戦相手に対する何でしょうね、ワクワク感といいましょうか、そんなものも持ってスタンドに多数詰めかけているはずです。大迫はこの後、五輪代表活動での遠征も控えています。佐々木、荒木、野上の3センターバック、サイドにハイネル、柏、3列目稲垣、青山、2列目に森島、川辺、前線に189センチのドーグラス・ビエラです。ヴィッセル神戸のラインナップです。控えも含めて前節と全く同じメンバーが選択されました。イークラゴールキーパー、ダンクレー、トーマス・フェルマーレン、それから大崎の3センターバック、西、山口、セルジ・サンペール、アンドレス・イニエスタ、酒井という中盤、スピードスターの古橋、決定力抜群のビジャの2トップです。8月の月間 MVP 柏が一度ボールをキープします。ハードワーカーの稲垣、ここにプレーメーカーの森島、森島が行く、森島が上げた、チャンスだといきなり来たかな、サイドネット、いや決定機でしたね。30秒ちょっと過ぎたところで川辺に決定機、森島の突破が糸口です。まあ、もちろんフィジカルも強いので、はい、ある程度こうショット、ああ、ちょっと、おーと、ダンクレーの背中を連れ、森島折り返し、木田垣のシュートだー、崩したのはまた森島、今度は仕上げました稲垣、まあ、仕掛けたことが効きましたし、こうフィジカルの強い選手に対して前がかりにプレーさせるのが一番嫌なわけですよね。はい、やっぱりそこを足元で抜いていったっていうのが、まあ広島の良さだったかもしれませんね。いやサイドですね、はい、キーパー目線で見るとちょっと悔しさの残るやらふられ方ですね。サンペール、イニエスタは使わず酒井、イニエスタに入れた、マナー、ビジャに来た、よく出ました。大迫、あそこでビジャ使ってきました、イニエスタ、いや今どうやって出したんですかね本当ですよね、斜め後ろに出してるわけ で、はいはいはい、で顔も下がってるようには見えるんですけど、すね、見てるんですよねきっと、はい、まあシステムでもね多少の並びの違いはあるんですよ、はい、まあ同じような形なので、はい、もう完全にマッチアップする形が多いですからね。ビジャのスルーパス、チャンス、古橋だ、点取るだけじゃない、ビジャがアシストで見せました。いや本当ですね、まさかパスだっていう感じじゃないですかね。鮮やかなループパスです。あ、タイミング本当素晴らしいですね。同時に古橋もいい反応をしました。そうですね、まあ、背後にスペースがあればそこは見逃さないですね。ハイネル上げた、逆サイド、ちょっとセカンドボールを拾えるところには人がいませんでした。さあイニエスタ、玉足の長いロングスルーパス、ビジャが行く、ビジャが行く、ビジャが行った、行った、ビジャだ、ナイスキーパー、勝負しました、ビジャしのぎました。大迫、青山はあくまでリズムを作ることに専念しています。野上のパス、破った、破った、チャンス、ドグラス・ビエ、後ろから稲垣だ、ここまでシーズン2点だった稲垣、なんと今日2ゴール、まあ、2人引き付けられましたし、その後ろにできたスペースをうまく使いましたね、はい、で3列目から出てきている稲垣ですから、どうしてもフリーになりますよね。取った、青山、青山だ、最後フェルマーレン、あとハンド、ハンドで PK を取りました、イエローカードフェルマーレン、はい、まあ、これは仕方ないです ね、はい、長い助走です、
くしのいだ。本当です。よくしのぎました、イクラ。大きいプレーだと思いますよ、これは。1点差のまま。ドグラス・ビエイラ、PK 失敗。逆サイド、ハイネラ浮いてます。森島は裏、裏。反応した。ドグラス・ビエイラ、どうかな、笛鳴った。どういう判定しますか、ね、カードが出る、赤いカードが出ました。頭を抱えた大崎、してやったり、ドグラス・ビエイラ。いわゆる決定基礎し。縦から入って、森島、狙ったー。鮮やかなコントロールショット。追加点、広島。セットプレーの名手、森島です。72分に入った藤谷、左利き田中純也、イニエスタが足元にズバッと入れて、田中純也だ。ズバッと入れたイニエスタ、ズバッと振った田中純也、追い上げのゴール、ヴィッセル神戸3対2。まあ、いいところにいましたけども、はい、ちょっとやっぱり振るっていうのがいいですよね、はい、当たってますよね、佐々木翔に、はい、高く蹴りました、ドグラス・ビエイラをバウンドして、ハイネル、おチャンス、森島、流し入れたぞ、後ろから来たー、カーブ、カーブ、広島、大きな追加点、4対2、これは大きな得点だと思いますね、このハイネルの頑張り、そして森島も落ち着いて。カーベもよく走ってきましたよね、やっぱり運動量が生んだゴールだとは思いますね、はい、オンサイド、ドグラス・ビエイラ、足締めました、イクラ、いや間違いなく今交換狙いましたね、はい、ダイレクト青山、チャンス、カーベパス来たかな、森島だ、後ろからもう一回打ちます、清水、こぼれ球、ドグラス・ビエイラ超えました、城福監督、決定的な追加点、広島今季初めての5ゴール。しかしながら広島は今季対神戸アウェーゲーム4ゴール、ホームゲーム5ゴール、あー、イクラが捕まった、空いてたゴールに流し込み、なんとなんと6対2、とどめのとどめを刺しました広島、まあ、ちょっと集中切れましたね、これでゲーム終了の笛です。久しぶりに勝ちましたサンフレッチェ広島、なんと今季最高のゴールダッシュ6対2、タレント軍団ヴィッセル神戸を下しました。